おはようございます。ようこそヤプシエージャへ。とりあえず、まあなんとかこの日を迎えられて僕は感無量なんですが、まあ、最初の挨拶を私がさせていただきます。ヤプシエージャ東京2015、暑い中朝早くから集まってくれてありがとうございます。暑くなかったか今日か、あまりですか。でも挨拶にこう書いてるからごめんなさい。今年も、エンジニアのための祭り、ヤプシエージャ東京が、めでたく開催されることになりました。昨日の夜はもう前夜祭ですでに500名以上来てくれて、完全に予想外だったんでちょっとパニクりました。ネットワークの方もなんかちょっとパニクったみたいですけど無事終えられましたね。はい。でまあそんな感じで今年は本当にスケールが大きくなったんで、まあ皆さん楽しんでいっていただけると嬉しいです。で私の方からいくつか注意事項があります。本当はね早速トーク開始っていきたいですけどこれやらないと怒られちゃうんで、まずあのツイッターのヤプシエージアカウントがあります。重要なニュースとかだいたいまずここでバッと流すっていう形にしてるので、ここをとりあえずフォローしていただけると、ありがたいです。あと問題や質問とかちょっとあるときもここに書いてくれると反応が早いです。はい。次、会場関係、まあこの東京ビッグサイト今年は抑えられましたが、言わなければいけないことはこの会場、国際会議場は飲食ダメです。 Larry, no food. はい。ですが他のところは食べるのはなしですけど、まあまあ、 あの飲むのは気をつけてやってください。はい。で会場続きで、今日明日と5トラックあります。最大です。やったことないんですごくドキドキします。でどのトーク見るか迷ってしまいますけど、まあ、その時のためにあのツイッターとかであのいろんな中継してくれる人がいますが、そのため実況のためのハッシュタグも今回は細かく設定しております。一応基本はパウンドヤプシエージャですが、ヤプシエージャ ABCDE という形でやってます。ここが A です。701702が B、 703が C、 下の階が D と E という形になってます。まあ、この辺はお好きにどうぞ。ただ、ちゃんとこうやって、分けていただくと、トゥゲッターがまとめを作ってくれてるので、そのまとめに拾われやすくなるのかなと思っております。はい。次、今回ですね、グリー株式会社さんの提供で英語で話されるトーク、基本的にこの、会場ですけどは基本すべて、同時通訳がつきます。ありがとうございます。で希望する方は入り口のところでヘッドセットを借りて、耳に入れて、聞くことは日本語の、通訳を聞くことができます。ちょっと残念ながら全員分のヘッドセットはないんですけど500個用意しているのでさっきのこの会場の半分ぐらい人はそれをつけることができます。はい。なんでまあ英語のトークだから言ってみんな敬遠しないで、ぜひ早めに来てヘッドセットを取って、聞いていってください。でこれすごく重要なことなんですけどヘッドセットは必ず返却してください。入り口のところに、バスケットとかを持った、人たちがいるはずなのでその人たちに必ず渡してください。これを渡さないと僕ら1個につき弁償しなきゃいけないんで1個何万円とか弁償しなきゃいけないんでそうするともう血の果てでも追ってきます。気をつけてください。はい。インフラ関連でもう一つ Wi-Fi、 Wi-Fi、今回は株式会社ハテナ様の提供で、お送りしております。ありがとうございます。ネットワーク自体の構築運用は、3年目コンボ様、コンボの皆様で、お送りしております。で Wi-Fi の細かい情報に関してはここに書いてある、URL、まあ、要はヤプシエージャのサイトのslashnetwork.html に行くと、見ることができます。ここに行くとリアルタイム、ほぼリアルタイムのネットワークの状況とかも書いてあったりするので、そういうの好きな方はそこの画像を見ると、どういうふうな今トラフィックがあるのかとか見ることができます。接続パスワード一応そこに書きましたが、なんかその辺とかその辺とかあと会場の受付のあたりとかそういうところにパスワード書いてあるんで、そちらを参照してください。はい。よいしょ。あと、皆さんが見たトークはベストトークショーというものがあってそれに、投票することができます。
言われるあの通りで、各トークの、詳細ページとか、あとスケジュールページとかにボタンを貼ってありますので、そこからクリックしていくと投票フォームに行けます。投票の仕方はそこの投票フォームのところに書いてあるので、皆さんチケットを持って、ぜひ登録してください。ベストトーク自体はクロージングの時に発表します。でベストトークに選ばれると副賞があるのでスピーカーの人たちが喜ぶのでぜひしてあげてください。はい、さてさて話はがらりと変わって、弁当少し用意してあります。残念ながら全員分は用意できませんが、お昼の時間になったら、今日明日6階の部屋のところでお弁当を受け取るので、お弁当を受け取って6階の部屋の中で、食べていただくことができます。確か300か400食ありますなんで、運が良ければ、早ければ、ランチが食べられます。でもそれにも間に合わなかったなという人はランチセッションというものが、土曜日明日あるんで、そっちの方で、ご飯を食べることもできます。こちらは、モバイルファクトリー様とフィリー様の話を聞きながら、豪華お弁当をいただけるという会です。でスケジュールを確認した上で指定の部屋にランチ時間に行っていれば、お弁当に預かれます。はい、あと懇親会が今日18時からあります。懇親会はこの会議棟の1階、皆さん多分入ってきたら2階ですけど、もう1階下まで行くと、レセプションホールというのがあります。で先に、もう登録されている方とスピーカーたちのみです。ですが、まあ、今年700人入るので、多分結構皆さん入れているはずです。その時にまた、声をかけていろいろ話していると嬉しいですね。はい、大体そんなもんですかね。問題等があったら、我らスタッフこういうお腕章をつけたりこのアロハ着てたりするんで、我々に声をかけるか、先ほど冒頭で話したヤプシエイジアカウントに、ツイートするとかして、教えてください。はい、最後ですが、ヤプシエイジアこのビッグサイトを、借りたり、これだけの人数の人を集めて会をするのって、我々の力だけじゃ難しくてですね、もうスポンサーの皆様にものすごくお世話になっているので、ぜひスポンサー の, ページとかを見ていただいてですね、この辺全部一個一個言っていくと時間がないので言いませんが、スポンサーの皆様にですね、ぜひぜひこう感謝をして、もし機会があったら彼らのサービスを使ったりしてあげてください。まだまだありますよ、もっとありますよ。はい、こんな感じですね。であと個人スポンサーという方としまして、この中にも結構いると思うんですけど、個人スポンサーの人、お、結構いるなありがとうございます。皆さんのおかげで、いろいろ設備を整えることができました。皆さんお土産もらいましたね。ぜひ使ってください。はい、以上かな。でこれが本当に最後です。ブログ書いてください。ヤプシーはブログを書くまでがヤプシーです。ぜひ毎日書いてください。で僕らツイッターでストーカーのようにチェックしてるんで、更新されたらすぐ読みに行きます。はい、僕からは以上です。皆さん会を楽しんでください。何かあったら僕とかを見つけて、いろいろ問題とかあれば指摘してくれれば、対処しますのでぜひ声をかけください。ではでは皆様ヤプシーエイジャー楽しんでください。